賊に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っとります。案内を。さて、揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。なんて